いらっしゃいませ。もうカレンさん脅かさないで。はじめまして、民宿豊平屋の娘でカナオカレンと申します。よろしくお願いします。上里さんのことは伺っております。お部屋も準備してありますので。どうもカナオさん。あ、私のことはカレンでいいですよ。さあどうぞ。旅館のおかみだし。おかみだから着物？安直すぎですって。確率を覚えているか？数学的確率は偶然に左右されるようなことに対しても、お兄ちゃん、回数を大きく取っていくと起こる比率がある一定の値に近づいていくこと、その近づいていく値を確率と考えると、確率を使って計算することが、塚山、おい、俺の声が聞こえるか？お兄ちゃんのエッチ！あれれ？おいおい、失礼だな。紳士だぞ、俺。へえ、先生の顔が目の前にあったらね。当然。ひどいな。スケベだな。ダメ、死ぬほど恥ずかしいんですから。見ちゃった。今日は渚ちゃんに呼ばれてるって。お、私も会合で出なくちゃいけませんし。あ、カレン。はい。もう意地悪なんですから。忘れ物か？ここまでついて。いつから付き合ってたの？え？お兄ちゃん、いつからカレンさんと恋人になったの？いつ知り合ったの？私に隠してたの？会いに来たの？それで戻ったの？あ、お姉ちゃんなら仕方がないかなって。でも、私だってお兄ちゃんのことずっとずっと好きだったんだもん。大好きなの。お兄ちゃんが好き。渚ちゃん、ずっと好きだったもんね。お兄ちゃんが帰ってくるんです。渚ちゃんにお兄さんがいたんだ。本当のお兄ちゃんじゃないですけど、お姉ちゃんと同級生で元彼でして。ああ、それでお兄ちゃんなのね。はい、優しくてかっこいいですよ。あらあら、もしかして渚ちゃんの初恋の人なのかしら。そうなんだ。お兄ちゃん、私のこと覚えててくれるかな。どうかしら。ですよね、私だいぶ変わったし。一つ言えることは、渚ちゃんがとっても可愛くなったってことね。私の知らないこと全部知ってるんだもんね。ごめんなさいお兄ちゃん。俺も初めてのお前にはちょっと無茶したかも。うん、平気だよ、大丈夫。痛くないか？ジンジンする。まだ今日は終わり。今日はだね。わかった。よう遅かったですね。悪い先生ですね。こら、カレン、ベトベトにして。どうせ激しくしたんでしょ、私の時みたいに。
初めての時から激しいのを覚えちゃって、私と同じになるかもしれませんよ。おい。